軍は帝軍山での戦いに勝利、敗れた魏軍は迅速に撤退した。宝刀は追撃戦とする将来を制すと、すぐさま繁盛へ軍を向ける。繁盛のある慶州はかねてより危うい均衡の上にあった。劉備が益州を制した際、孫悟は約定通り慶州の返還を要求。しかし劉備から慶州を預かる関羽はそれを拒否。蜀と呉の間に軋轢を生んでいた。そして今、関羽は漢中の戦線と連動し、曹魏が領する繁盛を制圧。巨匠を本拠とする曹操の喉元へと刃を押し当てる形となった。この情勢の中、魏と呉の打つ手は何か。予見される流れを断つべく、男たちは繁盛へ急ぐ。関羽とその子ら、関作、関公、関銀平は運命を切り開けるか。私のなすべきことを。関作、参る。敵の石膏の間隔が短い。直に本体の行為が始まりますね。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこの長雨、敵はきっとこれを使ってくると思う。大丈夫、勝てる。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩む。こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら、我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました、父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき仁の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。ああ、よかった。間に合ったようですね。上将か。なぜこの繁盛へ参った。無論、策のためです。この窮地を打ち破るために。兄上もいるんだもの。きっと敵なんて簡単に追い返せる。でもどうしてかしら、この雨すごく嫌な気持ちにさせる。城攻めを終えてすぐに防衛戦となる。お前たちには苦労をかけるが、戦働きこそ武人の本懐。我が息子よ、共に戦場に義を示そうぞ。空、雨、銀平の言う通り、敵はこれを使うだろう。だが我ら家族が力を尽くすのだ。思うようにはさせない。観光様は暴用としたお人柄。しかし何も考えていないわけではありません。先を見通し何をすべきか知っている。
表からは見えにくいですが、天才ですよ。関羽殿は漠さんですね。関平殿の下に関公殿、その下に関作殿、その妹君が関銀平殿ですか。順番を覚えるだけでも大変です。劉備殿はおっしゃっていました、黄巾の乱で民を救えたこと。その喜びを今も胸に抱き戦っていると。私はその話を聞いて感涙に結びました。生徒での宝刀殿の活躍は見事だった。我らも軍師殿の策をご教授願いたいものだ。序書殿の軍略は高難自在、何が起こるか分からぬ戦場で頼りになる。赤壁で一皮むけた序書殿が味方になった。これは我らにとっての行幸といえるな。関銀平様はお父上譲りの余力の持ち主、何度石造りの壁を壊されたことか。ですがその破片を欲しがる兵もいます。何でもお守りにするんだそうで。後にはロシクという軍師がいる。彼は我らとの同盟に積極的だという。じゃあ呉が裏切るってことはないか。最近不穏な空気が漂ってて心配だったんだよ。どうだろうな、最近までロシクは体調を崩していたらしい。呉の繁殖化を抑えられているかは微妙だな。関羽殿はここぞという時にお強い、故に徐州の防衛戦で窮地に陥らずに済んだ。こたびの戦も関羽殿を信じて戦うのみよ。帝軍山の戦いは電光石火の勝利となった。これなら援軍も期待できそうだな。俺です、俺。あ、以前劉備殿に命を救われたものです。今帝軍山からここに到着して、ちょっと疲れました。多分私が一番乗りだと思います。ですが残りの方も直に到着されますよ。雨に濡れて風邪をひいたみたいです。関羽殿一家で店を開けば繁盛しそうだ。繁盛だけに。いや、関公殿がいる。関公踊りが鳴くかもしれないぞ。序書殿、あなたの策とは。敵はこの雨を利用するつもりだろう。けどそうはさせない。策はいろいろと仕込んでおいた。後で君にも動いてもらうことになる。さあ行こう、観策。君の力頼みとさせてもらう。皆奮戦せよ。兄者の天下のため平州を制するのだ。父上や兄上が奮戦されているので、私も死力を尽くして戦わなければ。
繁盛の地形、そしてこの雨、義は必ず水を使って攻めてきます。まずは水系の準備を阻止しましょう。北の砦を制圧してください。私の知略が破れようと。ここを止めるところだと思う。手を貸してくれ。戦は知略でするものぞ。死ぬなよ。私の知略が破れようと。大したものだ。その分当てにさせてもらおう。どこで読み違った。さすがにまずいな。面白い。足が相手になってやる。ダメだ。ヘッ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 。なんという武勇。敵将、私が討ち取った。できることを。くい。その力、どうやって身につけたんだい？よし、これで崖の上に登れます。水門に向かいましょう。
曹操の手下どもよ、この馬毛騎の槍で貴様らを貫く。ここが正念場ってやつだね。頑張って敵を倒すよ。覚悟してくれ。おう、列進三中から援軍が来る。関東の心強い限り、大したものだ。その分当てにさせてもらおう。私に力を。強烈回転脚。公平隊、土砲を配置してくれ。これで城の守りは大丈夫だろう。関羽が繁盛に、魏が攻めるか。よし、俺たちは様子を見つつ前進だ。この地に現れました。繁盛に向かって進軍してきます。え、なんと孫悟も礼を唱え、我らを攻めるつもりか。え、行くぞ。何をしているリモン、俺の命が聞こえんのか。御宿殿こそ目を覚まされよ。かつて周遊殿が描いた天下二分、はい、忘れか。北斗の命令といかほどのものか。今後のためならば、俺は金の義を捨てる。我が輩を救わんとする。我が輩は我も手を重ねばならない。どうし、助けを求める者の支えとなるのだ。報告、黄金刀が戦場に出現。五軍を食い止めています。おお、ありがたい。これも果実、兄者が人徳を示したゆえか。大したものだ。その分当てにさせてもらおう。熱風、ここまで来たか。ならば俺も相手をせねばなるまい。援軍感謝いたす。共に敵を打ち払おうぞ。さんは諸君にとって大事な人だからね。さあ、気合を入れていくよ。この守備法がお前を灰にしてやる。探索、虫は我が生まれよ。この一発言がお相手します。さすが見事な腕前だ。さて、俺はこの辺で引き上げさせてもらう。まだ天命、義の増援が到来。加工団の軍です。水攻めはまだなっておらんのか。ならば俺がやらねばなるまい。また水門を狙ってくるのか。手が回る方は水門の防備を頼みます。ちい兄上、すごい。町の女性がほっとかないのもわかるかな。するな。
めてみせる。よくぞ敵を退けた。勝ちどきをあげよ。この慶州に我らが義は届いた。これでいよいよ曹操との決戦も目前か。だが呉がこの先どう動くか、局面は複雑さを増した。それでも私たちならどんな困難も乗り越えられます。勝ち続けましょう、みんなで父上と共に。ああ孔明、シゲ、俺たちの策はなったよ。これで兵力は均衡を失い、見事の戦いはより熾烈に。いや、今はただこの勝利を祝おう。益州へと続く空よ、この勝ち時劉備殿へと届けてくれ。軍神の武威が慶州の大地を大きく震わせた。関羽の軍は徐々の策を得て窮地を打開。包囲する魏軍と銘を破り魏に組みした呉軍とを打ち破った。これにより劉備は益州、漢中、慶州を擁する形となった。流浪の年月から一変、今や名実ともに天下の英雄となった劉備。その悲願である仁に満ちた世の実現ももはや夢物語ではない。だがその障壁となる因縁深き曹操の義は未だ強大。孫権の呉との関係もより緊張したものとなった。それでも劉備は、そしてその仲間たちは希望を胸に空を仰ぐ。乱世を終え、天下万民が安らぐ新たな世へ。仁の男劉玄徳の戦いは次の段階へと進む。
関羽殿が慶州を制されたとのことです。ああ、知っている。聞こえたのだ、雲長の勝ち時が。兄者なら当然だぜ。なあ、長鋒、制裁。兄者なら当然だよな。孫悟にもゆえあってのことであろう。心配はいらぬ。将校なら私を信じよ。神の世の実現まであとわずか。皆、共に新たな世を勝ち取ろう。